こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回は群雄派遣モード。光秀の野望のおすすめ在野武将を紹介します。信長が本能寺で果てた後の話です。明智、豊臣、柴田、細川の4勢力がいます。柴田と豊臣が3つの所領で、細川と明智が2つの所領で挟まれています。特に豊臣は所領が多いだけでなく、武将の質も他に比べて優秀です。なのでゆっくりしていると、細川も明智も、簡単に倒してきます。そうならないためにも、在野武将をしっかりと抑え、このシナリオに挑みましょう。履歴書にて即採用。楠木正虎。明智家は当主光秀、斎藤利光以外は、ぼちぼちの武将たちです。彼の政治力は光秀に次ぐ能力なので、内政、鉄砲生産、研究など、任せるポストはいくらでもあります。足軽特戦隊、柳生宗悦。足軽適性が高いのはありがたい。しかも統率が60には決して弱くはありません。前線に出して鉄砲部隊の護衛をさせましょう。おじいちゃんも登場、柳家義。孫に劣らぬ能力の持ち主です。しかも政治力が58もあるので、時間を持て余したら内政も任せられる。使い勝手の良い武将です。飛燕の使い手、柳生草原。明智領の在野には、柳生一門が眠っています。彼らを登用すれば、軍事は相当レベルアップします。柳生一門は足軽適性も高く、戦法発動時の連携率も高まります。しかし、明智家との相性は悪いので、登用時の忠誠が80代です。引き抜きにはご注意を。忍者の名にふさわしい一役、桃地三太夫。先ほどの柳生一門は確かに戦法は強いです。しかし、気役が低いため敵の足止めの計略に、かかりやすく、なかなか進めません。その欠点を補ってくれるのが桃地三太夫です。これで明智家の足軽は恐ろしい部隊に変貌します。旧和大家臣、磯野一正。柴田勝家は騎馬適性が高い武将です。彼の元ならば適性 B で統率80は、相当優秀な人材です。在野に眠っているので、ぜひ配下に加えてください。北陸北端の武将、畠山義綱。史実では家臣によって、傀儡となり下がっていたが、元凶である畠山七人衆という家臣団を倒し、復権する。しかし、その後再度クーデターを起こされ、近江へ逃げ落ちる。その後も復権を目指すが、叶わなかった武将です。能力もそれに応じた内容です。細川家在野武将1、長塚正家。細川家も内政が得意な武将が少ないです。当主、忠興の父、藤隆も政治力は高いですが、彼は戦闘に参加することが多いので、内政の仕事は、彼ら軍艦タイプの武将に任せましょう。細川家在野武将に、赤い時家。赤鬼こと直政の父が、在野武将として登場します。息子にはやや劣りますがそれでも優秀です。ちなみに直政は1578年に病没しているので、このシナリオでは登場しません。細川在野武将さん、荒木氏綱。統率、武勇がどちらも70を超える人材です。細川家は戦闘の強い武将が少ないので、軍事強化のためにも配下に加えましょう。豊臣家在野武将1、増田長盛。豊臣家の戦闘部門に関しては、加藤清正、福島正則、大谷義次と、クレイジーな集団がいます。政治力に関しても十分強いので、彼の能力をもってしても影が薄くなります。豊臣家在野武将に、安井成康。先ほどの長盛より政治力が低いです。
このクラスになると小さなマップで考えると、採用するか悩むところです。明智か細川なら即採用なのに。豊臣家在野武将さん、清隆。在野武将の中で、唯一採用できる戦闘タイプです。明智か細川を倒して鉄砲の名手が集まれば、彼の持ち味が最大限発揮できるでしょう。器用貧乏、飯田直影。兵器 S、鉄砲 B、弓 B は優秀です。しかし、在野として登場するのが、豊臣家というエリート集団のもとです。せめてステータスがあと15ずつプラスなら、ここで紹介はならなかったでしょう。明智家臣、後藤隆春。明智家臣は他に比べ武将の質が低いです。ステータスが50くらいの粒揃いが多く、突出した能力の持ち主は2、3人です。その中でも最下位クラスです。政治力35がせめてもの救いです。西に一条、東に我あり、厚地貞行。先ほどの後藤さんはまだ政治力が35あり、内政に貢献できそうですが、彼の能力ではいてもいなくても同じです。何かの役には立つはず。きっと、多分。このシナリオは豊臣一強と言っても、過言ではありません。特に明智家は兵力、所領、武将の質など、すべてにおいて劣勢です。のんびり構えていると差が開くばかりなので、ここぞ、という部分で仕掛けることが大事です。信長亡き後の、後継者争い的なシナリオは、戦国史の中でも if 要素が強く、いろんな視点で楽しめます。まだプレイをされていない方はぜひ遊んでみてください。ここまでのご視聴ありがとうございました。